にちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話なんですけれども、マーケティングです。これは私が一人のマーケターとしてありたい姿、マーケティングで目指したい姿を紹介できればと思っています。具体的にはマーケティングの存在意義に立ち返ることによって、マーケティングの意味合いを掘り下げていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はマーケティングの話です。今回のキーワードは 5W1H というフレームありますよね。で、キーワードなんですが、この 5W1H から4つ取ってきています。順番に言うと Why、Who、What、How なんです。最後に言った4つ目の How ですね。で、マーケティングには How 思考というものがあると思っていて、マーケティングの実務をしていると、ついつい How に目が行きがちなんです。で、ここで言っている How とは何かというと、具体的な手段なんです。例えば、広告などのコミュニケーション方法ですね。で、もちろん具体の How も大事なんです。で、しかしなんですけれども、過度に How ばかりに意識が向いてしまうことには弊害があるんです。How の前提になる Who と What が置き去りになってしまう。これが過度な How 思考の弊害なんです。で、How とは具体的なものだったんですけれども、Who と What は何を指しているかというと、Who は誰に、What は何の価値をです。まあ、Who というターゲット顧客の設定があって、まあ、その顧客に自分たちはどんな価値を提供するのか、この Who と What、この2つが重要なんです。で、さらに話を展開していきたいんですが、今のところ4つのうち3つを取り上げましたね。How という具体的なものだけではなくて、その前に Who と What が重要と言ったんですが、加えて強調したいのが Why なんです。で、ここで言っている Why とはどんな意味があるかというと、そもそもなぜマーケティングをするのかです。自分たちにとってのマーケティングの存在意義ですよね。で、Who や What ともつなげると、最初にまず Why があって、その次に Who、ターゲット顧客、What、提供価値がきます。そして最後にその手段である、どうやって価値を実現するかという How が来るんです。まあ、もう一度順番を言うと、まず存在意義という Why があって、その次に Who と What が来る。その後に手段である How なんです。で、一つ目の Why に話をつなげていって、ここから Why についても掘り下げていきたいんですが、どんな Why をマーケターとして持っているかに、そのマーケターとしての視座の高さが問われると私は思っているんです。そもそも Why を持っているからですね。そしてあるとしたら Why の中身は何かなんです。で、Why についてさらに掘り下げていくために一つの寓話を紹介させてください。これはイソップ童話で3人のレンガ職人という話があるんですが、皆さんお聞きになったことはあるでしょうか。3人のレンガ職人の話というのは、ある旅人がレンガを積んでいる職人が3人いたんですね。その3人に順番に尋ねていったんです。ここであなたは何をしているんですかと。で、それぞれ三者三様の答えが返ってきました。まあ、1人目のレンガ職人はこういうふうに答えたんですね。まあ、見ればわかるだろう。レンガを積んでいるに決まっているんじゃないか。で、2人目はどう答えたかというと、自分は家族を養うためにレンガで壁を作っている。そして3人目は何と言ったかというと、自分は歴史に残る偉大な大聖堂を作っているんだ。その手伝いをしているのがこのレンガをやっているという意味なんだと。こんな風な答えをしました。いかがでしょうか ?1 人目、2人目、3人目。もう一度言うと、1人目はただレンガを積んでいるんだと答えました。2人目は、まあ、レンガを積むという仕事をすることによって家族を養うためにやっている。3人目は歴史に残る偉大な大聖堂を作っている。こんな答えだったんです。はい。で、今の話を先ほどのマーケティングの Y に戻しますね。で、3人のレンガ職人の答えをマーケティングにそれぞれ3つ照らし合わせるとどんな風になるでしょうか。で、これは私が思ったのは、1人目のただレンガを積んでいるんだと答えた人、これは先ほどの前半で見たような手段ばかりに目が向いている、つまりはハウ思考だと思いました。2人目のレンガ職人の答えは家族を養うため、つまりはお金を得るためですよね。これをマーケティングに当てはめると、マーケティングによって自社への売上を得るためにやっている、これがマーケティングの Y です。で、3つ目の答え、偉大な大聖堂を作っている、これをマーケティングの Y に当てはめるとどうなるでしょうか。これは自分たちが提供する商品やサービスを通して世の中をより良くするためにマーケティングをしているんだ、こんな風なマーケティングの Y の設定になります。で、 Y の中身がマーケターとして問われると資産の高さが現れるといったのはこういうことなんですね。まあ、つまりはレンガ職人から学べるのは次のようなマーケティングでの Y の資産の違いなんです。
一つあるとすると、単にハウの実行のためにマーケティングであると捉えるのか、二人目のレンゴ職人のようなマーケティングは自分たちの売上最大化のためにあるのか、または世の中を自分たちで貢献するためにマーケティングをしているのか、こんな違いがマーケティングにおいてもレンガ職3人のレンガ職人に当てはまっていくんです。で、最後に、ではどうありたいかと、これは唯一の正解ではなくて、あくまで私自身がこう思うという内容にはなるんですが、一人のマーケターとしてありたいことがあって、それはお客さんの成功とか幸せに少しでも貢献したいという、これを原動力にマーケティングをしたいと思ってるんです。で、 B2B と B2C に分けたときに、 B2B なら顧客企業またはその担当者のビジネスの成功ですよね。それを通して世の中への貢献をします。B2C のビジネスであっても基本的には同じで、消費者、生活者の日常生活をよりよく少しでも幸せになってもらいたい。こんな気持ちがモチベーションになるんです。このように Y を3人のレンガ職人で言えば3人目の答えですよね。歴史に残る大制度を作っている。ここから着想を広げた世の中に貢献するためにマーケティングをしているんだ。こんな Y をより解像度高く持っておきたいなと思うんです。で、今回の話を最初とつなげると 5W1H から4つ取り上げてきました。Why、Who、What、How でした。で、この順番そのままの通りなんですが、で、この順番がすごく大事だと思っていて、まず存在意義としての Why があるんですね。さっきのレンガ職人で見たような、どの資産の高さに設定するかの Why です。で、Why があってこその Who。これは成功とか、幸せになってもらいたい相手は誰か、ターゲット顧客です。そして What です。What というのは提供価値と言ったんですが、もう少し今回の話で踏まえていると、相手の成功や幸せのために自分たちが提供する価値です。で、以上の Why、Who、What があって、その上で具体的なマーケティング施策のような実現手段として How に落とし込んでいくんです。で、繰り返しになるんですが、順番が大事で、まず Why がある。その次に Who を設定して What を作っていく。そのための具体的な実現手段が How なんです。もちろんどれも大切なんですが、順番としては Why、Who、What、そして How。こんな順番でマーケティングを進めていきたいと私が思っていて、今回この配信で残しておきたいメッセージです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新を続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。